この状態にしていきます、はい、こんな感じね。はい、どうもリュ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 リです。ということで、使用する、僕の真剣は酔っ払い真剣なので、ね、よろしくお願いします。今回は夏ということもありまして、キュウリですね。これからが旬のキュウリ。これからね、すごくね、夏にかけてキュウリはすごく、お安くなってくるのでね、今回は一本漬け、お祭りとかでよく売られてるあれです、キュウリの一本漬けを作っていきます。意外と皆さん一本漬けってご家庭では作んないかなっていうふうに思うんですけども、お祭りも今年やるかやらないか分かんないじゃない、多分やらないとは思うんですけども、家にいながらお祭り気分になりたい。なぜならお祭り男だから。今回はお祭りによく出てくるキュウリの一本漬けをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、超絶簡単ですから皆さんやっていきたいと思います。まずね、ここ落としちゃいます。はい、長さ揃えた方が本当はいいかな。はい、じゃあお前ここどうすんだっていうような話になるんですけども、ここはね、食ってください。ちょっと食べ過ぎた。ちょっと待って、食品ロスはなりません。ちっちゃいキュウリだったらね、もっとね、先っぽだけでもいいんですけども、軽く洗ってあるんですけども、ね、キュウリの一本漬けって皮はね、一箇所剥いてあるんですよね。なので今回もね、剥いていきます。こんな感じ、はい、こんな感じね、まあ、大体 3,4 箇所剥いていけばいいかなっていうふうに思います。今回4箇所剥きましたね。こんな感じ、はい。なんで剥くかっていうと、キュウリの皮って水を弾くんですよ。キュウリのこれが漬けにした時にここの部分からは味が染みないんですね。だから味が染みにくくなる。だから、ここを剥いてですね、この剥いたところから、この味を染みさせるんですよ。キュウリの一本漬けっていうのが、なんでこれを剥いてあるのかっていうと、これは味を染み込ませるために、こうやって剥いてるんですね。他のも、こんな感じで、3,4 箇所剥いて、今日のはね、もうめっちゃ簡単、こんな感じですね、はい、全部こんな感じにします。そしたらまあ皮はね、皮食品ロス撲滅。ここまで、できましたら、うん、今回短く切ってあるから、この中サイズのジップロックでもこんな感じでですね、輪切り唐辛子を入れていきます。入れなくてもいいんですけども、僕はちょっと辛みがある方が好きなので、まあ辛いのが好きな方はもうちょっと入れていただいてもいいです。で、白だし、今回ね、白だしと水を1対1の割合で入れるんですが、まず白だし大さじ4杯ですね、入れていきます。1対1の割合なので 60cc 入れていきます。漬け込まなきゃいけないので空気を抜いていく、この状態にしていきます。冷蔵庫に入れて大体ね、一晩置いてください。一晩置いていただくと、すごいね、味染みますんで。そしたら、冷蔵庫入れて、はい、冷蔵庫入れたのがこちらになります。はいね、3分クッキング方式ですね。はい、ここに、出していきます。でこいつをですね、割り箸、割り箸ね、割るんですよ。で割ってキュウリ、ちょっとしなとなってるんで、まっすぐにしてこう、ここね、差し込むんですよ、ぶすりと。はい、いきます。はいはい、こんな感じね、いい感じでになったんじゃないですか、これ。じゃあお皿がここにありますので、こんな感じで、そうしましたら、こちらでキュウリの一本漬けの完成です。できました。いただきたいと思います。いただきます。あ、これ絶対ビール合うだろう、これ。いただきます。ふわっとあんまらん、これだよね、これ。これお祭りはこれ、これと微妙にぬるいビール、辛みもたまんないです。うまっ
これがあればここでも夏祭りですよ皆さん。おいしい。うまっ。夏はキュウリだよね。でまたね、漬けてある糸唐辛子の辛みも少し移って、本当にね、つまめになります。これはうん、漬ける時間なんですけども12時間ぐらいだ。半日は漬けといた方がいいですね。これ半日漬けてあるんですけども、ちょうどやばいになってます。食べる前日に作っといて漬けておくっていうのがいいと思います。ビールかな。うんうんうん、唐辛子を抜けばお子さんも大喜びだと思います。すごくね、白だしの味が出て、ちょっとね、僕はもうこれからちょっとこれで夜風に当たりながらビールとシャレ込みたいと思いますので、しかも簡単ですね、原価もかかんないほとんど。なのでぜひ皆さんやってみてください。おいしそうに、あ、こっち持ってる笑顔しながればいいんじゃないですか。これでいいや。